はい、こんにちは。はい、こんにちは。今日は、視聴者の方からご質問が来ております。はい、はい、おすぎめすぎが揃わないと実がならない樹種と受粉時期受粉方法気をつけることを知りたいです。はい、とのことです。はい、盆栽の中にオスとメスがないと実がならない。結構種類ありますよね。はいはい、代表的なところで真由美、これも実になってますね。これはメスですね。はい、でこっちのは真由美のオスです。花は咲きますけど、うん、こういう実はなりません。お花だけ。真由美の場合花がすごく小さいのね。はい、まあ、ツルメもそうなんですけど、オスとメスの見分け方が難しい。真由美もっと小さい花なんで。ツルメモドキとツルメモドキ、これです。ツルメモドキはこれは黄色くなるんですよね、実がね。のオスとメスもとても見分けがつきにくいんですね。だからあの虫眼鏡かなんかでこうアップで見ていただいて、花の大きさは1ミリから2ミリぐらいしかない、うん、ない。なのでちょっと目がかすんでる人だとオスだかメスだかわからない。で虫眼鏡でちょっと拡大していただいて、中心のところが黄色く見えたらオスです。オス、それは花粉の色です。ほうほう。でメスの場合中心が白く見えます。花粉がついてないのね。ちょっと透明感のある白、そっちがメスなんですけど、まあだいたい買った時に実ついてる時に皆さんお買い上げになると思うので、はい、まあ、買ったやつはメスですよね。でおすぎをこれ4月に咲くんですよね、ほとんどね、この種類は。なんで2月ぐらいまでにおすぎを手に入れて同じ場所に置いとかないと、全然違う地方から買ってくるとね、寸前で買うとずれちゃうの、時期が、花の時期が。メスが先に咲いて終わってからオスが咲いたんじゃ遅いし、オスが先に咲いちゃってメスが後から咲くとダメなんで、なるだけ同じ環境に置いといて同じ頃に咲くようにしてほしいなと思います。なるほど。まあギリギリ、なくて、まあ、駆けずり回って探して咲いているもの同士が見っかればちょうどいいんですけど、上のグリーンクラブでオスギよく売ってますよ。その時期になるとね。で、なるほど。どうやって交配するか、はい、そんなにこれは難しくない、うん、隣に置いとくだけです。置いとくだけ。マユミはオスギとメスギをこうやって隣に置いて、うん、普通に水かけてれば勝手になります、うん、でツルメモドキも隣に置いとくだけ。これはね、この2つは特にね、花と花くっつけるとかそんなことしないです、うん、自然交配っていうんですかね、はい、だからまあ4月に咲くと隣同士に置いとくと、はい、でオスとメスがある木は、あとは梅もどき。梅もどき、梅もどきは今ちょうど咲いております。これがオスです。これがオス。オス、見えるかな、アップになりますか、うんうん、真ん中が黄色いんです。黄色いですね、はい、真ん中、これがオスですね、うんうん、でメスの花、メスの花、はい、これ真ん中にもう玉がついてるでしょ、うんうんうん、緑色の、はいはいはい、これメスです。もう花粉ないんでいきなり玉ですね、うん、でもう実になってますね、はい、これ実です。もうすでにこれがびっちりと赤くなってくるんですけど、これはやっぱ隣に置いとくだけです。特に上から水かけちゃいけないとかあんまないですね。この3種類は割と簡単、うん、置いとくだけ。あとは牢屋柿。牢屋柿はこれですね。牢屋柿今なってますね。これメスですね。でオスはもちろんなってないですけど、こっちオスね。もうわかんないですね、差はね、うん、もう花がね咲いてない時はわからないですよ。なるほど。もうこの状態ではもう全然わからない。ただ牢屋柿も花粉をこうちょんちょんはしないんです、うんうん、隣に置いとくだけで結構なっちゃうんです。花粉をちょんちょんってしなきゃいけないのは逆に何があるんですか。アケビ。アケビか。あとね、前やりましたね、うん、あとリンゴ。あ、リンゴ。リンゴはやった方がいいですよ。安心してると全部落っこっちゃったりするんで。リンゴもいろんな種類があるじゃないですか、うん、それはどうなんですか。種類はリンゴっていうのは姫リンゴと秋茜とか姫津軽とか、うん、こうとかいろいろありますけど、リンゴ自体は街道がないと実がつかないので、街道を必ず買っていただくと。街道が1本あれば、うん、どんなリンゴでも大丈夫。そう、同じ街道も木摘みとかいろんな種類ありますけど、何でもいいの、うんうん、
花の時期が一緒なら大丈夫なんですけど、気をつけなくちゃいけないのはリンゴよりカイドウのが先に咲きます。おオスギっていうのはメスギより先に咲くんです。大体他の木もそういう場合はどうするんですか。オスを寒いところに置いてメスを暖かいところにずらすとそうそうそう、様子見ながらね、膨らんだ様子見ながら少しずらすんですけど、それでカイドウっていうのはこれもカイドウ、ヒメビコウっていうんですけど、ヒメビコウはカイドウの仲間なんで咲けばなるんです、うんうん、でこれも普通のカイドウですね。これもそうですね。これがカイドウですね。カイドウも実ができる、はい、ただ大きくならない、この大きさで赤くなるか黄色くなるか、うん、変な話カイドウ持ってればメスいらない、メスいらないですよ。カイドウは1本でなるんです。でカイドウがないとリンゴがならないから、リンゴをやりた人はカイドウは1本は持ってないといけない。なるほど。カイドウにオスメスはないので大抵咲きます、うん、咲かないのたまにあんだよね、うん、なんで咲かないかっていうと、カイドウを実をまいて、うん、種ね、この種をまいてやると20年経っても咲かないんですよね、うん、あの種からやったカイドウは20年ぐらい経っても花が咲かない。うーん、なんでだろう。つきにくいんじゃないですか。大木にすれば咲くんだけど、要するにこのくらいの大きさにしちゃうとかっこよくはなるんですけど、全然咲かないのがあるから、カイドウを買うときになってないやつは危ないからね。種まいて増やしてる人もいるから。なるほど。カイドウ買うときは実がなってるカイドウを買った方がいい、うん、そう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 。かっこいいのに何年経っても花が咲かないっていうカイドウがあります。そうするとリンゴの交配には使えないから、はい、カイドウは挿し木で使う、あと取り木と、うん、あと接ぎ木でもあるので何でもいいんですけど、咲いてるやつを買ってください、はい、あと、まあ、細かく言えばね、例えばヤブサンザシなんかも、これヤブサンザシのメスですね。これ真っ赤になるんですけど、これもオスメスがあります、うん、これは4月ですね。だいたいみんな4月に咲いちゃうのね、はい、見物はね。じゃあ4月が受粉時期。受粉時期です ね、 そうです ね、 ね、アケビもそうだし、であとはオスとメスがあって、真夏に咲く種類がオツズラフジ、うちにもありますけど、まだツルがこんなになってる状態で、あれは7月ぐらいに咲くんですね。でその時に受粉をさせた方がいい、うん、オスとメス、うん、一緒に置いとけば、あんま手でちょんちょんっていうのはね、あんまりこのやんないですね。で、うん、どうも月が悪いって人は花の上から水をかけないで元からかけてください、うん、花が受粉したばっかりの時にザーってかけると落ちちゃうから、花粉が、うん、花に水かけないように、うん、下の方だけ、ここの鉢の方だけこうやって丁寧にかけていけば大丈夫で、バラなんかも花の時期も綺麗なんですけど、花というよりは実を楽しむのね、盆栽なんかだと。こんだけ今咲いてますけど、はい、これが咲いた日は黄色、黄色い、うん、それでその次の日が白、はい、これで一日でなくなる、なくなります。それで黒くなってこうなるんですけど、うんうん、これはみやびなんで花びらが散らない種類なんでこのまんまですけど、はい、散る種類だと屋久島、屋久島のバラはこれが咲いた時ね、うん、でもう2日目はこうなって、ほらもう散るんです、うんうんうん、散る、はいはい、そう、これはね3日で散ります。でその後散った後これが膨らんできてちっちゃい実になるんですよ、うん、と秋から冬にかけて葉っぱが落葉して実だけ残って、枝と実だけ、うん、結構太いので結構迫力があると思うんだけど、それだからオスメスとか、オスメスないんですけど、やっぱりてっぺんからジャージャーかけると半分以下ですなるのが。で絶対につけなくちゃいけないなと思った場合、朝一に黄色い花と黄色い花をこうやって、はい、他の花同士を、そう、自分の花じゃダメです。これ同じ木でもいいんですか。ん、同じ木から出てる花同士はいけるんですか。兄弟じゃない方がいいですけど、できれば全く赤の他人の方がいいんですね。そうそう、だからこれが、これがまだあれでしょ、うん、こっちにあるからこうやって、じゃあバラ育てるのにも何個か持っといた方がいい。そうですね、一番いいのはね、みやびですね。みやびは花が長いんですよ、9月も咲くしね、うん、なるほど。これと
これがミヤビ。そう、これがミヤビ。ミヤビはね、花の時期が長いのね、うん、それでもし実をつけなくてもいいと思ったら、花終わったら切っちゃって肥料やるとまた咲きます。これはあとおぼろ月もそうですね。おぼろ月っていうのがあるんですけど、それも切っちゃうとすぐ咲きます、うん、これやっとけば確実なんですよ。で本当は蜂が来てやってくれるのね、はいはい、うちは今朝一で蜂が全部やってくれてましたから、うんうんうん、別にいいんですけど、あの花がいっぱい咲いてるからこれでだいぶつくんですけど、例えばうんとちっちゃい豆盆栽でどうしても3個実をつけたいとなったら、これやった方が確実です。ちょん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 、ちっちゃいとねどうしても落ちやすいんですよ。これやってね、これ姫みやびですけどね、こうやっといた方がいい黄色いうちじゃないとダメですから、もう黄色じゃなくなったらもう全然使えません。違う種類でもいいですね。違う種類の方がいいです。それでなんかあの品種が変わるみたいなこともないですね。それはね、品種を変えたい人はやりますけどね、種ができるでしょう、うん、はいはい、その種をまくと、そっかそっか、そう、あの変わったバラが出るんですよ。その実からできる種に含まれてるんですね、その DNA が。そうそうそう、だからね、これとこれを掛け合わせたいと思った人は虫が交配しないようにそれだけこう囲ってやります、うん、はいはい、でそれでできたのがこの偶然とはいえ、これ浅見の夢なんですけど、浅見さんの名前が入ったそうこれなんですけど、これがあの屋久島の野原と雅の交配種、はい、で屋久島にそっくりなんですよね、パッと見ると、うん、葉っぱも、はい、花のサイズも。ただ散らないんですこれ。屋久島はほら触ると散るでしょ、こういうふうに。本当だ。でこっちは散らないでしょ、これ散らないんです。へ、最後にむしるんです。お互いのね、あれが残ってる感じですね。そうそういうやつも出るんでね、で出るんです。私が撒いたわけじゃないです、私が名付け親になっただけで。なるほどあとほら、ここに紫式部がいっぱい咲いてる、はい、これもオスメスない、オスメスないですよこれ、うん、ただやっぱ上から水かけるとこんだけ咲いてて半分以下になっちゃうから、上からかけないようにここを集めてあって、で虫がね来てしょっちゅう動いてるから、これも交配してもらってますね。なるほど。これなんかもうついたみたいね、うん、ここ本当だ、実になってますね、もうね。あんま雨ばっか当ててもあれなんで、昨日はしまっときました。雨当たんないようにするのも大事。土砂降り、今度台風来るじゃない、うんうん、台風なんか絶対しまっとかないとダメです、こういうのは。それぐらいじゃないかな、後輩、うん、でもなんとかあらかた分かったような気がしました、うん、まだ他にもね、オスメスあるのありますよ、あるけれども、口なしはないし、うん、ベニシタン、シロシタンもないし、うん、あるとすればまた旅サルナシ、イチョウもオスメスありますよね、うんうんうん、うちのイチョウどうしたかな、これメスギなんですよ、ほら、これお花、本当だ、イチョウの花、ここはね落ちちゃったの、ここも咲いてたんですけどね、これ残ってるのかな、どうなるんだかわかんない、わかんない、オスがないからね、この辺イチョウの木生えてないんで、うんうん、もしかしたら落ちちゃうのかもしれないね、実がなんなかった、ほら、うん、イチョウの場合ものすごい遠くから花粉が来るっていうので、特にオスギを必要とはしないんですが、ならん、近所にない人はさすがに持ってこれない、うん、ちょっとね、うん、そんなもんでしょうか。なるほど。あともう一個、まあ、おまけというか質問なんですけど、はい、管理者が必要な樹種と必要じゃない樹種っていう風に、それはうちの環境によって違うから、はい、どうしても管理者が必要だっていうんだったら、あの日陰の植物ですね、うんうん、野草なんかだと大文字草とか、うんうん、そういうのは管理者がないと生きていけないと思いますが、樹種で木になると、木になったらもう別に必要ないと思います、はい、でも今これついてるじゃないですか、はい、これはどういった理由で、暑いから暑いからだから環境で
暑くない人はつけなくてもいいし、うんうん、埼玉市暑いじゃないですか。これから40度になりますよ、はい、埼玉暑いのでついてます。でこれがないと1日3回水やるようになっちゃうので、今2回ですよ、うち午前と午後でね、夕方にもう1回やるんですけど、これがもう1回増えちゃうと仕事にならないから。なるほど。去年から黒にしたの、その前白でした。これ何パーぐらいですか。何パーだろうね、パッと見てわかる。わかんないです。でも30半分はいってないと思うんですよ、うんうん、30パーぐらいになっちゃう。日に当てたいけどあまりにも強すぎるからやってるって感じですよね、うん、そうですね。あと葉焼けするからね、あの、うん、葉焼けっていうんですか、もみじなんかね。だからもみじなんかどっちかっていうと葉っぱがシャリシャリになるからやった方がいいかもしれないけど、でも、うん、私的にはなるだけやりたくない。だからこっちかかってないところに置いてあるとあるじゃないですか、はいはい、こういう苗木すぐ伸びちゃうやつはあんまり寒冷車の中に置きたくない。光がいっぱい当てた方が伸びない。うん、そう。日陰にするとね、伸びちゃうの。葉っぱも大きくなる印象ですよね。そう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 。だから絶対寒冷車に入れないのは梅。梅。松。松。心拍はどっちでも大丈夫です。はい、別に入れたって入れなくたって、うん、大して変わんないですね。なるほど。うん、あと長寿梅は入れない方がいいと思う。あ、そうですか。カンカン照りですよ、あれ。長寿梅はそこにあります。うちなんか入っちゃってるのが結構あるんですけど、うんうん、なるだけ出すね。それからあと桜、うん、桜は日が当たらないと花芽がつかないので頑張って当てた方がいいんですが、非常に乾くので、そうですよね、寒冷車がないと死ぬかもしれない、うん、多分寒冷車今やってる人とかって例えば本当に水やりとかの問題が大きいのかな。そうですよ、ね、うん、水がやれないっていう原因で寒冷車つけてるだけで、そうそう、もし一日中庭にいてでこんなにいっぱいなければ乾いた順に手でやればいいわけだから、ね、うん、松だって本当に一日一回しか水やれなかった人だったら、うん、寒冷車した方がいいかもしれないし、うん、しない、しない。松だけはしないな。一日一回でもいい、うん、1日1回で十分ですよ。大丈夫か。大丈夫、松は。松は大丈夫。松は大丈夫。松は大丈夫。ただあの石化ヒノキはダメよ。石化ヒノキがヒノキだと思っててはダメです。石化ヒノキは。石化ヒノキはヒノキって名前ですけど、真夏は半日陰です。ああ。松と一緒に置いたら枯れます。意外なんです。見かけと違うんです、あいつ。石化ヒノキだけ。普通のヒノキは大丈夫。普通のヒノキは平気です。石化ヒノキは違うんです。そう、だから去年の夏暑いんでみんな枯らしました。あ、40度は無理です、あれは。うーん、何なんだろうね、あれはもともとだって園芸品とか、うん、今はどうしても必要なのはやっぱり山野草は必要だよね。山野草、そうですね、草もは、うん、そう、多少やっとかないと。関連者つけれない人もいるじゃないですか、きっとマンションとかで、うんうんうん、そういう人はやっぱ日陰になるようなところに置いといた方がいいってことですかね。そうですね、何かの影になるようなところに置くかな、うん、マンションだと逆に日が当たらないところができちゃうから、できちゃう、うん、いいのかもしれない。そうですよ、うちなんかもでもほら映すと半分今日陰じゃないですか。あ、そうですね、この森の影か、ね、これが迷惑なんですわ。あ、本当当ててほしい。当てた方がいいんだけど、だから日陰の植物置いてるわけじゃないんですけど日陰になっちゃうんで絶えず移動してぐるぐる回してあげてるの、かわいそうだから。この間まであのモミジがあそこにあったんで、あら大変と思ってこっち持ってきて、なるほど、回転させないと。なるだけ山野草置くようにはしてますけどね。あの木邪魔なんだ。ん、人はねあって助かりますけど、ね、そう、すっごく助かるの夏だから切れないと涼しいですよね日陰は。そう、でうちが山野草をやる理由はこれですね。前はもっといろんなとこに木が生えててもっと林だったんで松が全く育たなかったから。はい、というわけで、はい、今回は交配する樹種、交配方法と、まあ、時期とか育て方みたいな、うん、ところを教えていただきました。そうですね、まあ、大体春です。大体春は春、うん、秋に交配するのはないでしょう、うん、あの寒組ぐらい、うん、寒組オスメスなんですからね。まあ基本的に花の時期に見ればいいってことですね。そうですね、うん、はい、ということでした。はい、はいはい、皆さん頑張ってください、まあ、はい、ありがとうございます。こういう中
聞きたいこととか大野さんとかにあればまたコメントとかでね、そうですね、いただければと思います。埼玉暑いんでね、そう環境が同じ人じゃないと話が、まあ、そうなんですよ、ないんでね、だから、うん、自分の環境を考えてこの言われた通りやるだけじゃなくて、そう実験してください、置き場をしょっちゅう変えてみるとか、そうそうそう、うん、水の向きを変えてみるとか、うん、何でも実験です。実験です。じゃあ楽しんでください。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。